ビューティーさしたのいいんじゃない。これからの時間、素敵な曲とおしゃべりを聞いていただきたいと思います。ドライブ中のあなたも、お仕事中のあなたも、そしてお茶の間でくつろぐあなたも、どうぞごゆっくりお付き合いください。こちらパーソナリティもといあかねて ミキシングカイ君とデュークサシタ、今日も2人でお送りしてます。、はい、よろしくお願いします。はい、今日はというか今日も皆さん休みです。いや別に元気なんですけどね、どちらかというと私とカイ君の方があんまり元気ないかなと。私つい30分ちょっと前まで宇治と推しやってたんですよ。キビカレですね。この話はまた後でしましょう。ぐったりです。ちなみに去年も宇治と推しのせいでと言ったらなんですけどね、2週間番組お休みしたんですよね。一昨年も2週間お休みしたんですよ。そうでしたね。そうそうそう、もう日曜日のたんびにもこういうのあったんで、もうなんとか乗り切りました。ということで、はい、お疲れ様です。私以外にも本当にこの時期多いですからね、宇治投手は。もう本当に頑張りましょう。もう一息です。、はい。ということでですね、それ以外にも、 もう先日は13日の金曜日、そう、ね、というのがあってですね。そして昨日はバレンタインで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。無事乗り切ることできたでしょうか。なんとかですね。私もはい、バレンタインで大好きですから。カイ君もなんとなく毎年何個か、チョコを持って歩いてますよね。いやそんなことはないですよ。いえ、またまあいわゆる職場の同僚とかそういう感じなんですけどね。まあなんか自分の感覚で言うとなんかお疲れ様みたいな感じで受け取ってる感じなんですよね。まあそれがまあ大体合ってるかなとは思うんですけどね。なんとなくねぎらいみたいなそういう感じかなと思うんですよね、自分が。そうなんですよね、まあ、このバレンタインデーっていうのはこのもう日本独自の進化を遂げたというか発展したというか、そんな要素もだいぶ強いんですよね。なんかもう一つのイベントみたいな感じですよね、雰囲気としては。また古い話をするのもなんですけどね、復帰前の話をしますと、バレンタインデーという言葉はほぼ存在しませんでした。あ、そうなんですか。なかった。でもじゃあほぼなかった。聞いたことない、でも当時では2月14日って何の日とかってありましたかね。ない。もう普通の。何もない。普通の日。普通の14日、で復帰して数年後、いやそもそも、まあ、以前から外国であったと思うんですけどね、全国菓子協同組合とかですね、流通業界の皆さんがいろいろ作戦練ったみたいでですね、結局定着しだしたのは1970年代の中頃なんですよね。そうなんですか。で、まあ、当初はもう中学生高校生のもうちょっとしたイベントでしかなかったんですよね。でそこからよくぞここまで発展したなと、すごい進化を遂げたなと。本当にこの日本独自のガラパゴス的な進化ですよね。ね。ということで今日も1曲目参りましょう。斉藤哲夫で今の君はピカピカに光って。
バレンタインデーなんですけどね、多分いろんなところでいろんな風に語られてると思うんですが、いや、まあ、それに対してあのホワイトデーっていうのがあるのは知ってますよね。はい、もちろんですよ、うん、で私意外に知らなかったんですけど、ね、いやいやそれは知ってたんですが、うん、そのいきさつについて、ホワイトデーの発祥は日本とのことです。あ、そうなんですか。じゃあ日本が作ったイベント、そうそうそう、ね、ホワイトデーっていうのは、あ、それがそんな古くないんですよね、ホワイトデーっていうのはもうバレンタインのこのお返しの意味を込めてですね、またも出ました、全国菓子協会全国菓子協同組合がですね、1980年、昭和55年に決めたそうです。で最初いろいろあったみたいでですね、マシュマロデーとかキャンディーの日とか、いまだにそういった呼び名ありますよね。自分はあまり聞かないですかね、うんうん、キャンディーの日とかマシュマロデーとかも、キャンディーの日はなんか聞きますね。そうそうそう、あ、そうそう、同じなんですよ。あ、うん、これも本当に定着したなと。ちょうど1980年当時っていうと、私はちょっと食品業界の方に、はい、いましたんでよく覚えてるんですけど、いろんなメーカーがいろんな商品をこのディスプレイするんですけどね、なかなか売れなかった。あれ、そうなんですか。ホワイトデーの商品というのは、うん、バレンタインデーはもう定着してましたけどね、うん、ホワイトデーはもうさっぱり売れませんでしたね。あ、そうなんだ。当時、いや、それもこれも今はもう見事に定着してますよね案外わからないもんですね、うん、さすが日本お返し文化ですよ、うん、ですからお返しという時にはですね、はい、3倍返しと、3倍ですかとも言われてるんであ、はい、それは頭に置いてた方がいいかなと思います、うん、あとですね、昨日、あ、ちょっと話は違うんですが、あのニュースで流れてきまして、シーナ&ロケッツのシーナさんが亡くなったということで、はい、うーん、私も本当にファンでしたんで、うん、本当に素敵な女性でした。なんか本当に信じられないですよね、うん、あんな元気に、うん、還暦すぎてもミニスカートにこの浴びた失礼ですね、うんうん、歌ってたっていう。いや、沖縄にももう何度もいらしてるんですよね、ピースフルですとかその辺でもライブやってました。うん、すごいですよ、うん、でモデルさんも一緒に、まあ、モデルの仕事もされてましたんで、うん、本当に綺麗な方でした。ではお送りします、シナ&ロケッツで有名ドリーム。
ビューティーさしたの。いいんじゃない？先ほどの、ホワイトデーの話なんですけどね、日本が発祥でですね、ちなみに欧米では全く何もないそうです。あ、もう欧米にはもうホワイトデーがないと。ない。あ、なの聞いたこともないと、存在もしないと。あ、そうなんですか。日本と、東アジアのもうその辺だけだそうです。本当にもうこの近辺みたいな。いや、珍しいですね。まあ、この日本人のイベント好きというかなんというか結構好きですよね、うん、ということです。あ、じゃあメール来ておりますね。お便りありがとうございます。こちら月光さんですね。月光さんです。はい、じゃあこんにちは、お久しぶりです。月光です。で、本日は素敵な曲をリクエストいたします。お願いいたしますね。松山千春で恋。体調にご自愛ください。はい。松山千春さんの恋、いい曲ですよね。あの当時は松山千春さんイケメンでしたよ。あまり見たことはない、今はちょっとプロレスラーっぽい雰囲気ですけどね、ただ今のでちょっとイメージ固まっちゃってるって感じなので、ちょっと申し訳ないです、ね。はい、いい曲です。ではお送りします。松山千春、恋。
今日はもうバレンタインデーの話ばっかりなんですけどね。いや、ここに来てなんかいろんなニュースがまた入ってニュースというかね、いろいろ話題が入ってきてるんですが、その塩分はこの高血圧とか心臓病の元であるみたいな話はずっと言われてるんですが、実はちょっと違うんじゃないかみたいな話も最近出てると。あれ、そうなんですか、うん、でむしろこの砂糖とかの糖分の方が悪いんじゃないかみたいな。まあ糖分の取りすぎはってまあ聞きますからね、うん、そうなんですよね、うんうん、ですからほどほどにということなんですよね、うん、でも塩はまあ取りすぎてもですよね、うん、なんて言うんですか、ちょっと大丈夫かもって感じってことなんですよね、うん、まあ何事もほどほどに、うん、であとバランス良い食事と運動ですよね。運動かということなんですよ。ただこの、うん、また新たに言われてるのが砂糖とかとの糖分はちょっと抑えめにした方がいいっていうことなんですけどね、これまた抑えるのも大変ですよね。大変だと思いますよ、うん、特に甘党の皆さんも結構多いですからね、私含めて。まあ僕も甘党なんですけどね。うん、でもまあバレンタインとかそういう時はいいんじゃないかと。まあ日によってはちょっと羽目を外すというか、なんかそういうのも、ね、うん、うん、ということで、はい、ほどほどに、まあ、今日くらいはいいんじゃないかと、昨日今日ぐらいはですね、うん、ということで頑張りたいと思います。なんだか今日の前半って甘いですね、うん、そうそうですね。あと、あ、先ほどあのリクエストいただきました、はい、濃いですね、うん、気がついたらですね、今日かける曲全部1979年から80年のヒット曲なんですよね。特にあの前半の分はですね、いやびっくりです、こういうこともあるんだなと。確か本日かける予定でもあったみたいですよね、千春さん、うん、別の曲で予定してたんですよ。うん、まあよかったよかった。ということでですね、次にお送りしますのは、先ほど恋の前におかけしましたあの有名ドリームの、プロデュースアレンジしましたイエローマジックオーケストラの曲でですね、テクノポリスお送りします。
ビューティーさしたの？いいんじゃない？ここで告知がございます。平成耐震座プレゼンツ丘の一本松のお知らせです。長く愛され語り継がれる親子の物語、小太郎劇丘の一本松。こちら日にちの方は3月1日日曜日、場所は茶壇二来センター金井ホールにて。上映時間は昼の部が14時の開演、夜の部は18時半の開演、どちらも上映30分前の会場となっております。入場料は一般の方が2,000円、中学生以下の方が1,000円となっておりますね。なお当日の場合は500円増しとなります。ただいまこちら FM 読谷でもチケットを絶賛販売中ですね。以上、平成耐震座プレゼンツ丘の一本松のお知らせでした。続きまして、名護オールスターモトクロス2015 in 沖縄、15年ぶりに全日本のトップライダーが沖縄に大集結。3月7日土曜日、8日日曜日、名護市夜更け、今名護クロスフィールドにて開催。オフロードで感動がジャンプする、名護オールスターモトクロス2015 in 沖縄。チケットのお求めは FM 読谷まで。 FM 読谷より T シャツキャンペーンのお知らせです。前回も大好評でした。 FM 読谷オリジナル T シャツキャンペーン、読谷村のご当地 T シャツとしてお土産にいかがでしょう。スタッフやパーソナリティも着用しているコスミック製オリジナル T シャツが2月の限定にて2500円から2000円にて販売いたしております。色の方は黒、白、ピンク、水色の4色から選べて、サイズも豊富に取り揃えております。気になる方はぜひ FM 読谷まで。番号の方は098-958-7860まで。以上、 FM 読谷より T シャツキャンペーンのお知らせでした。次に、第5回リービチ映画祭結婚式映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせです。おめでたいからこそめでたい第5回リービチ映画祭、今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭の会場で行われます。ただいまエントリー作品を募集中。あなたの持っている結婚式映像余興を10分以内の DVD にまとめ、 FM 読谷までご持参ください。数多くのエントリー作品の中から選ばれた上位10作品が第7回沖縄国際映画祭の予選会場にて上映。エントリーは2月28日の締め切りとなっています。詳しくは新比地実行委員会 958-7862 まで。たくさんのご応募お待ちしています。以上、第5回新比地映画祭映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせでした。 FM 読谷よりドラシャメゲーム参加のお知らせです。 FM 読谷ではキャンプ期間中特別番組として毎週金曜日午後4時より中日ドラゴンズ応援番組千葉利用中日キャンプイン読谷を放送いたします。番組ではリスナー参加型イベントとして読谷キャンプ地で中日ドラゴンズの選手や練習風景を映して番組にメールで送りますと、毎週抽選でドラゴンズグッズなどのプレゼントがもらえます。メールの宛先は fm786@fmyomitan.co.jp 件名にドラシャメゲーム
と入れてください。また当選者の発表は番組やブログにて行います。皆さんふるってご応募ください。以上、 FM 読谷よりドラシャメゲーム参加のお知らせでした。ほにゃららを語りたい。まあ、とは言っても本日は悩み相談ですね、うん、なんですけど、はい、まあ、今年の、まあ、悩み相談というのの内容なんですけど、まあまあ、僕今年の初めか去年の終わり頃に、まあ、うん、この抱負として多分言ってたと思うんですけど、このちょっと体重落としたいというようなことを言ってたんですけど、はい、うん、でしたね、うん、はい、今試してが、まあ、今やっていることがちょっと、まあ、ご飯を減らすっていう、まあ、リュークさんもや、うん、はい、まあ、そうされているってことなんですけど、はい、まあ、僕もこう以前までこうガツガツ食べるタイプだったんですよね、うん、こう丼とか1杯2杯とか食べるタイプのあれなのでちょっと、うん、こ、まあ、ちょっと少なめに食べようって言ったら本当に足りなくて、うん、負けてしまうっていうのが結構多いんですね、うん、っていうのが、まあ、こういうのも無理しないで、うん、もうちょっとずつちょっとずつ、うんうん、で、まあ、ちょっとここでちょっと気になってることなんですけど、デュークさんってなんかこうちょっとなんか足りないなとかって、まあ、まあちょっとあると思うんですけど、うん、そうなった場合何か しのぐっていうか、なんかやってますかね、なんかこれをやってるます、うん、やってちょっとごまかしてるっていうとかなんて、足りない時は、うん、補充する補充、うんうん、適当に食べる、無理せずに食べる、またちょっと水飲み物に切り替えるとかですね。あ、うん、なもんですよ、うん、あまり深く考えない。そ う,、うん、そうなんですかね。そうそう、まあ、とにかく暴飲暴食を避けると、うん、あ、これがもう基本ですね。もう噛んで食べるをちょっと抑えるぐらいでいいんですか、うん、でいいと思うんですけどね、うん、案外これ、うん、やってみてなかなかむ、うん、今つまずいててちょっと困ってるところなんですよね、うん、まあ、このいっぺんに減らすというよりはもうできる部分でですね、いいじゃないか、もう無理しない、無理しない、無理すると長続きしない、うん、案外お腹半分ぐらい収まればいいかなで食べてもなんか足りないな、半分で食べようみたいな感じ、うん、まあ、やっぱ基本腹7分8分みたいな感じですよ、うん、うん、で慣れれば1日もう2食でも全然大丈夫。そうなんですか、うん、お調子いいときは一食でもいける、うん、これそれはそれで逆にちょっと体大丈夫なんですか、大丈夫、そうなんですか、うん、もう水分さえきちっとってればですね、特に問題はないですよ。そうなんですかね、と言いつつも私最近、まあ、そのままキープしてますけどね、うん、まあでもちょっと増えるとかいうよりはちょっと、うん、まあちょっとそうそうそう、ちょっとまた前後してちょっとキープしてるっていうのがまた いっかなって思うんですけどね、うん、なんか、腹七分八分で水をちょっと多めかな、うん、水でちょっとごまかす、そうそうそう、あ、まあ、飲み物とかですね、お茶とか、うん、それでいいと思いますよ、うん、ですから、うんうん、一歩進んで二歩下がる、二歩さんも来てたらちょっと伺ってみたかったなっていうのもあるんですけどね、うん、来週聞いてみようかなはい、では曲をおかけします。宇多田ヒカルでファイナルディスタンス。
ビューティー差し田の。いいんじゃない？めったに風邪ひかないんですけど、珍しくちょっと風邪ひいた上にですね、この放送始まるつい1時間前までキビ畑でずっと作業をやってましたんで、かなりぐったりなんですよ今日は。もう本当お疲れ様です。いい、いや毎年のことなんですけどね。うん、特に今年寒いですから。おじ同士、うん、いや今日は暑かった。そうですよね、うん、自分寒がりなのでちょっと、いや逆に今日ぐらいは本当に仕事もやりやすかったんですよね。うん、いや毎年のことなんですけど、この宇治同士は本当大変なんですよ。しかしこの考えてみたら、この宇治っていうのはですね、キビ畑っていうのはこの倒すだけじゃないんですよね。そうなんですよね。以前一度カイ君とやったことありますけど、この畑を耕して畝を作って、このキビの苗を植えて収穫まで一切1年かけてやったことあったんですけどね。あれは本当に大変な仕事でしたね。そうなんですよね。いやでも私の世代だともうほぼ全員やってます、男なら。そうなんですか。うん、うちのうちの男ならもう全員やってましたね。もう確実にみたいな、うん、もう少なくともうち同士にはもう引っ張り出されるってのも当たり前でしたから、私の世代では。だからあれ、このうち同士自体にしても結構細かい作業多いんですよね。まずあの葉の字からですね、倒しからいろいろ葉っぱ落としたりいろいろあるんですよね。どうやって、でそのコツがあったりですね、結構細々というか、あるんですよね。でどの辺からこうスパッと切り落とすとか、どの辺を、叩いて、落とすとかですね。そうそうそう、倒すとか覚えるの結構大変でしたね。かといってもそれがもう染みついて、こう無意識にバサバサバサと、もうやっぱ年季入るとこんなもんかなと思うんですけどね。もう本当手慣れてるなんですよね、もう動きが。にしてもやっぱりもう毎年やっててもやっぱり重労働だなと思いますよ改めて。でも本当にこれがもうサトウキビがですね、このこれまで沖縄を支えてきたんだなと思うとやっぱり感慨深いもありますよ。何でしょう、曲いきますか。あ、そうか、曲でしたね。はい、では曲をおかけします。じゃあコトコでビーイング。
いや、今日はなんか久しぶりに復帰前の話をちょろっとしましてですね、はい、なんか改めて恥ずかしいなと、うん、いや、そうなんですよ。復帰前はあのバレンタインデーっていうのは存在しませんでした。そう、聞いたこともなかった、ね、うん、まあいいですけどね。まあまあまあ、ね、うん、あとふと思い出したのがですね、復帰前はま、今はあの平成何年とかいうふうにやったりしますよね、まあ、西暦何年とか。あ、はいはい、復帰前っていうのはあの昭和何年、まあ、当時は昭和だったんですけど昭和何年っていう呼び方はしませんでした。あれ、そうなんですか、うん、なんか禁じられてるような感じでですね、全て西暦何年、1900何年と、学校でも役所でも銀行でも全てそうでした。へえ、うん、で復帰して昭和に切り替わったんですよ、言語が使えるようになったと。おお、そういうのもありましたね、うん、まあ、その他にもいろいろあったんですけど、あ、そういえばそうだったなっていうのを思い出しましたんで、うん、うん、まあ、そういうのもまた今度また時間があるときにですね、たっぷり復帰の、うん、復帰以前の話とか、まあ、まあ掘り下げるといっぱいありそうなので、ね、うん、たくさんあるんですよ ね、絶対1時間で収まらない、うん、明日の朝までかかるいや、それでもすまないかもしれない、まあ、それまたいつの日か話をまとめて特集でやりたいと思います。はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。この後も FM 読谷の番組をお楽しみください。